どうもこんにちは、世界的 VIP 源也です。前回紹介したスマホ用のマイク、あれどうすか、むちゃくちゃ良くないですか。かっこよさが増してね、さらにね撮影しようっていう意欲がね増してきた今日この頃なんでございますけども、さらにねいいもの購入しました。こちらバーン、なんかの箱です。さあ開けていきましょう。中身はこんな感じですね。まずですねケースが入ってました。これに入れて持ち歩いてくださいっていうやつかな。はい、そして商品のなんかアンケート入ってました。そして説明書、またこれもですね日本語ではございません、中国語の説明書です。さあ大事なのはこれですよ、本体。さあ見ていきましょう。はい、そうなんです、ライトですね。 LED のビデオライトになっております。まあ、49キロあるんですけど結構明るいと思います。で後ろこういう感じ、ここでねあの明るさとか調整できます、電源ですね。で裏開けるとこういう感じ、まあ電池なんですけど、まあ単三電池2個でね、駆動しますね。これはいいですね。では早速ね電池入れてどんな明るさなのかね試していきましょう。早速ねつけていきます。カチャ、ちょっと待って、めっちゃ明るいじゃんこれ。こんな感じこんな感じですね。うわすっごいなこれ、明るくないですか。なんか顔がやばいことになってますね。はい、こんな感じですこんな感じで明るさ調整もできますし、比較的やっぱコンパクト。僕ね今まで使ってたライトってなんかこんなでっかいの持ち運べないじゃないですか。携帯性抜群です。じゃあね以前購入したマイクにね取り付けていきたいと思います。はい、こんな感じめっちゃゴツゴツしてんな、すごいよね。こんな感じですね。だから外でさ、撮影してたり、これも家でもね当然使えますよね。学生の方なんかもしかしたらスマホで撮影してる方いらっしゃるかと思うんですけど、そういった方におすすめの機材ですよね。で横にもね付けられるんですよ、ここに。なんで、まあ、このマイク例えば横につけようってなった時もいけますね。こんな感じでちょっとねライトだけつけてみます。まあこんな感じですよね。明るさはね自分で調整する必要があるんですけど、まあこんな感じで例えば外でねこう夜暗い中ね歩きながらでもいいですし、やっぱそうですけどテンション上がりますよね。やっぱあるのとないのじゃ全然違う。やっぱりこういう商品ワクワクしますね。で思ってた以上に明るい、これは助かる。このライトね当然なんですけど、まあビデオカメラとかにもね取り付けられますんで、まあ普段ね使われてるビデオカメラですね、そういったものにも設置して、ね、家の中で撮影する時もピカーッとね光らせて使えますし、まあね、あの三脚とかにもね使えますんで、そういったものを立ててね別にビデオカメラと三脚みたいなの分けてポッと置いていただくのもいいですし、非常にね使い勝手がいい商品なのかなという感じに思いました。はい、ということで今回はですね LED ビデオライト購入いたしました。比較的ね安いです、1500円ぐらいだったかな、そんな感じのね値段でね手に入りますんで、ぜひねあのライトが欲しいんだよね、そしてしかもちっちゃいのがいいんだよねっていう方はおすすめです。お疲れ様でした。